はい、ご紹介預かりました。改めて皆さん、こんにちは。お隣いちごの里、いちご市鹿沼からやってまいりました、せいやでございます。本日は第2回、栃木よさこいということで、たくさんのお客様、そして県外チームの方々がですね、こちらいらしてくれました。ありがとうございます。せいやはですね、結成、約20年となりました。今年は20周年でございます。ありがとうございます。日本各地で踊らせてもらってですね、せいや、踊りを、楽しんでいただいております。今日これから我々踊る曲、この後紹介するんですが、その前に一つちょっと皆さんにお願いがありまして、せいや我々あ今日ね、フェスということでお客さんも一緒になって楽しんでいただこうかなと思うんです。で、2点あるうちの1点ちょっと練習をしたいんですけど、我々レイって言います。よろしくお願いしますって言ったら、せいやーっていっぱいもらっていいですか。いっぱいもらっていいですか。はい、ここ怠けるとこじゃないのでしっかりやっていきましょう。心一つに、いいですか。しっかり練習します。今日、姿勢を正してレイ。足んない。もう一回いかせてもらっていいですか。全然言ってない。もう一回いきますよ。いいですか。こ、腹から出していきますよ。腹からね、健康第一、腹から出していきますよ。いきます。レイ。よろしくお願いします。いいですね。ありがとうございます。一体感が出来上がってまいりました。それでは MC に渡したいと思います。もう一つ。はい、それではですね、もう一つはもうちょっと後でやります。これから演舞します曲ですが、栃木県が世界に誇ります日光の自然の雄大な美しさと、その地に息づく歴史、そしてそれぞれの美しさが調和する姿を全身全霊で演舞いたします。ここでお客様に2つ目のお願いがあります。演舞途中、叫べ日光というフレーズが4回入ります。私が叫べと言ったら、その後に日光とお客さん全員で唱和してもらって、全員で参加するフェスです。それで日光賛美が完成いたします。一回練習しますね。私が叫べと言った後に日光とご唱和ください。いきます。叫べ日光、叫べ日光、叫べ日光、叫べ日光。ありがとうございます。それではご声援よろしくお願いします。レイ。よろしくお願いします。日いずる国を生きる者、日光水して結構ということなかれ。
なれ。大勢のお客様に感謝の礼。ありがとうございました。解散。